お疲れ様です。お疲れ様です。今日はどこに来てますかこれ。今日は、もみさんどこですかこれ。妖精路でーす。またまた。旧桜川。そう。まあ今はもう用水路化してるけど、ここは一応旧桜川ということで、幾度となく毎年釣ってます。うん、そうだよね。でもね、俺とトシが2年前にここでヘラブナ釣ったのよ、うんうんうん、それ以来ヘラは出ておりません。あ、そっか、前に来た時あれか、もう来いと普段マブだから。あ、モモさんまだ釣ってないからね。うん、ヘラも釣ってない。だから今日はちょっとこのもう延べ竿1本持って、延べ竿を2人で1本ずつ持ってもらって、もうヘラ台も出さずにフリースタイル、あつ森スタイルな、あつ森スタイルで釣っていきましょう。え、3人で来るの初めてだね。確かに。なんだかんだ。確かに。じゃあ、一人ずつ意気込みをお願いします。じゃあ、ももちさんから。何これ。今日は頑張ってついてると思います。ハリソモリもついてるので、ここに。とりあえず、いろんなセッティングで、まあ、狙いたいなと思います。まあ、こいつも釣れたらいいなと思います。トシさんは今日はやめて。やめて。ほんとやめて。まあ、いつもな感じで頑張りますわ。わかりました。じゃあ、とりあえず今日ね、だいぶ、連日の豪雨で増水した旧桜川の用水路でやっていきましょう。はい、じゃあ行ってみます。じゃあ始めていきましょう。お願いします。じゃあ1投目いきます。トシさんは対岸にいるね。ここさ、水深どのぐらいだろう。わかんない、そっからスタートだよ。どのぐらい水深。全然じゃない。浮きでけえな、なかなか。でか浮きスタイルでいくんですか、姉さん。一番ちっちゃいけど、これ違う。あ、そうね、これしかないんだ。一番、あの PC もあったんだけど、ちょっと PC はあるじゃん。あ、ちょっと今日はね、ノズリクルージャーじゃなくて。でけえな、浮きが。ノズリクルージャー 0.5 とか出してほしいわ。ちっちゃいやつな。半分。今、棚、水深合わせてる感じですね。そう、餌打ちながら。あのさ、ハリスすんげえ短くしてみた。何センチと何センチぐらい。10の16とか。あ、やばいね。こういう様子だと絶対さ、短くした方がいいよね。そうね、経験上。さあ、釣れるかな。ちょっとね、水深深いとこ探した方がいいんじゃない。浮き投げて、多分手前これ浅かったりするでしょ。ここ多分ね、駆け下がりになってるから、手前は多分浅いから。ほら、深くなったでしょ、少し。多分もうちょっと向こう行った方がいいかもよ。そうそうそう、本当だ。ちょっといいとこ探そう、いいポジション。それかもうちょっとその、水路の穴の方行くとか。向こう多分深くなってるから、そう、移動して。多分ね、こっちがね、深くなってんのよ、絶対。こえー、まあ落ちても浅いから絶対死なないけどね。トシすげえな。すげえな、トシさすがだな。はい、ちょっと深くなってたと思うよ、ほらね。ここがいいわ。よし、ベストですね。じゃあ行ってみましょう。でも俺ここで2年前ヘラ釣ってっかんね。お、釣ったね。マジで尺半だった、それ。うー、尺半はなかった、確かね、35、6だったと思う。あ、でもそいいヘラだったよな。まさか釣れると思わなかったよね。いや、本当だよな。え、モモさん釣れそうじゃん。なんか怪しいよね、すでに。もう怪しい？もう怪しい、1投目から。1投目とかからかかってくるから面白いよ。まあ、用水路はね、しかももうこの時期だから、春バグの時期ですよ。そうね。そうか、そんな時期か。頑張れ頑張れ。
1年に1回来てるよね。ここ大体そうね、1年に1回は来てます。都市の動きはどんな感じですかね、見てみますか。いや今日はなんかほのぼのスタイルだね。いやほのいつもほのぼのしてるよ。やっぱりね、こういろんな動画があってこそ、こうカレアン情報有記録ですから。そうね、ガチのヘラブナと思いきやさ、この間コメントであったんだけど、カネヤンのガチ尺飯の後に様子ぎろかいみたいな。ちょっと手ぶれする。あったね。でも俺様子ぎろ好きなんだよね。いや俺も好きだよ様子ぎろ。この何が釣れるか分かんない感じが好き。都市の魚まだ反応なさそうだね、さすがに。反応ないですわ。こんなんすよ、こんな感じで釣りしてますよ。古き良き時代のスタイルだねこれ。ももさんどうすか今のところ。ちょっとまだ寄ってきてる様子はないね。さすがにな。でも結構水深深くなったね、やっぱり全然違うね。ね、ほんとね。まだ寝かかりか。サムネ用ですか。ありがとうございます。さっきおじちゃんが鯉はいるって言ってたね。まあ言ってた言ってた。でも鯉はね、確かに去年もいたんだよ。鯉はな、ヘラはあれだね、カネヤンが釣った一匹しか見たことない。いや本当だよ、あれマジすごいよね。ねえ、すげえよなあれな。煙しねえように今気をつけてるの。すぐね、竿が動いちゃう。竿かけないとさ、すぐ動いちゃうのよ、虫が。こんなさ、遊びのようでガチな撮影だからね、これ。ん？え、遊びのようでガチな撮影ですよ。いつもそうだろ。まあ、馬鹿げたことをマジで真面目にやるのが一番いいから。まあ、そうだな。今当たった？嘘。え、今当たったの？当たったよ。え、全然分かんなかった。え、今俺浮き取ってたけど、当たったか全然分かんなかったんだけど。イグってたんじゃないの？え、ちっちゃ、何？イグってたな。イグってたよな。何ヘラ？いや、わかんねえ。なんだろう。ちょ見して。あ、船は船だな。船っぽい。見して。わかんない。ちょっとこれ怪しいな。ハンベラ臭い？ハンベっぽい。めっちゃいいとこ食ってる。あーでもまあまあまあ、一回ちょっと、もう一回ちゃんと見てみましょう。見てみましょう。はい。おめでとう。とりあえず一匹目。おめでとう。イエーイ。ももさん、何センチ？尺がなかった。おい、こんな、まあでもヘラだな。一応ヘラ？ちょっと微妙なラインだけど、25.5。まあいいんじゃない？船飛び釣れただけでいいでしょ、全然。すげーな。うん、全然いいでしょ。じゃん。まあ一応ね。まあヘラ、いや微妙。あーハンベかも。ほら、あハンベラっぽいね。でもいいじゃん、いいじゃん、船族だもん。全然いいよね。おめでとう。まあとりあえず上出来だよ。いやよく釣ったね。まあいいや、絶対濃いだと思ったんだけど。え、私も思った。いきなりなんか連れてきたからびっくりしちゃったよ。おもちサイズ。私がちょっと年頑張んないと。早くやろう。あ、そうだね。早くとりあえずちょっと早くやろう。はい、じゃあちょっと移動して、今度は逆側のね水路に来ました。お、あ、ついてたじゃん。ついてたわ。え、ちょいちょいちょい、魚影濃いんじゃないの。え、撮ってんの今。撮ってる撮ってる。お、マジで頑張ろうぜ。いけるって、まだ。だってさっき、ハンベラ釣れたから、ももさん。25.5。25.5?
しかも旗市だしね。今日は結構暑いかもしれないな。うん、ちょっと浮きも取り始めます。また当たるぞこれ。ほら怪しい。マジ？こっちね、いいポイントだね。めちゃめちゃこっち側の方が魚影濃いよね。うんだね。そうだね。何が違うんだべ。水深？いや違うな。水深は変わんない。水深あんま変わんないよな。皆さん雰囲気こんな感じっすよ。ほら、すげえ。去年も同じところで出したんだっけかこれ。ここ出してる。でも去年釣れてないから。あ、そうか。一応ももさんは半べ釣ったんだからいいんじゃない。半べばっかじゃねえかよ。去年はね、完全なるマブナだったから。あ、そうだな。ここがいいね。あ、今水深測ってたんですか。やっぱりね、あの45髪男がね、言ってたんだよ。棚をね、いろんなとこに投げて、うん、一番ね、こういいようなポイントを自分で探して、そこにヘラ、ね、餌を打つと結構いいよっていう地形をね、自分で。まあな。え、何？あれ？え？じゃねえかよ。カメじゃねえかよ。カメじゃねえかよ。おい、ももさん救ってやってくれよ。カメじゃねえかよ。おめえバラしたのカメじゃねえかよ。ももさんが救います、カメを。あ、オラオラ。はいはい。オラオラ。ちょっと。大変です。お尻プリプリになってます、ももさん。お尻プリプリです。やめてよ。力が入んねえな。はい、おめでとう。サンキュー。いやー、緑亀ですね。すげえ。こいつ、これ。食ってくんなー。いや。はい、じゃあすくってください。それよかったね、怒んなくて。これ怖えとんの。これそうです。噛みついてくるから気をつけてね。そうなんだよな。でもちゃんと食ってるね、口に。だろ、ちゃんと食ってるっしょ。ちゃんと口に食ってる。怖えんだよなこいつ。張り外してねえから。ちゃんと口に食ってる。じゃあももさんもスタートです。魚影が濃いってことが分かったね。カメだけどな。カメは魚じゃねえか。魚影は向こうだろう。さっき釣ったべよ。ちっちゃいハンベラな。カメは魚じゃねえか。カメって何類？カメ何類だろう。何類だろうね。爬虫類？甲殻類？ももちゃん何類？え、私？うん。宇宙人。宇宙人。宇宙人か。あのね、めちゃくちゃつまんない。あ、なんかいる。あ、カメか。カメしかいねえじゃねえかよ。おう、いた。まあな、くだらない時に限って釣れないと思う。そうなんだよね、くだらない時に限って釣れんのよ。まあそうだな。俺だっていつもそうじゃない。なんか嫌いでると釣れねえんだよな。超くだらない会話、中身のねえ会話だね。これ18尺だったら見えねえな。18尺だったらそうだな。ジュリ見えるね。入る18尺に。なんで見えないね。なんで逆に。結構ここ裏道になってから車通るよね。ね、抜き道なんだよな、ここがな。都市も投入してますからね、カメを。ロモチの浮きどこだ。あれ、あそこにある。あれか。え、ナイス。目がかりかよ。いい加減にしろよ。私、粘りトンボ最近上手くなったんだよ。上手くなった。最近上手くなったんだ。寝掛かり選手権結構金賞取れる。取れる。え、またカメじゃねえかよ。またかよ。またカメじゃねえかよ。面白いな。でも魚一貫ね。今度クサガメじゃないのそれ。カメ。またカメか。黒いなこいつ。
ぼちゃっていって俺のスマホだったら面白いけどな、これ。お、いい感じじゃん、もうさ、馴染み。こっちの方がなんか俺は釣れそうな気がする。あの地底があんまり良くなかったよ、さっきのところね、ももさんのところ。地底がな、寝かかりしちゃうし。まあ、尺半が言ってから間違いねえよ。もうまだ言ってるぜ、あいつ。そろそろ視聴者にもうるせえって言われっから。え、食い上げてない？違う？あ、本当？なんか泡漬けになってない？泡漬けしてんだけど。あれ？いるぞ。あれ？真剣にやった方がいいかも。真剣だよ。え？今動かした？浮き？マジで言ってる。え、タネ？え、違うな。え、ちょっと待って、でかいから、ちょっと今日、いや、マジで丁寧に丁寧に丁寧に。タモ伸ばす？やばいやばいやばい。あ、ちょっと伸ばしたね。なんかカメラが映ねえな、浮きカメラ。ちょっと待って、これ撮りてえな。ちょっと待って、絶対撮れよ。 ありがとう。絶対撮れよ、絶対撮れよ。でかいぞ、結構でかいぞ。入るかな。あ、入った。ナイス。マジで絶対なんだけど。ちょっと待って、ナイス。マジでマジで、ほら見て、マジで。これ、すげえ。やば、ちょっと行くわ。ももさん、マジナイス。でかくね、しかも。すげえな。ちょっと待って、待て待て、ちゃんと食ってるかな。あ、食ってるかどうか。食ってるよ、バーガー。あ、危ねえ、危ねえ。変な届くってる、危ねえ。ナイス。でも食ってんじゃん、ももさん、よかったね。ちょっとこれはでかいぞ。こんなにいるの、この表水路に。でも俺もこのぐらいだから前釣ったの。あ、ちょっと測ろう。ちょっと測ろうぜ、マジで。ダッシュ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 。マジナイス、ビビったわ。ビビビだね、時間も。時間もビビビに。なに、急速ラガーってこんな釣れんの？多分さ、水が上がったタイミングしか無理だよ。水が上がったタイミングだけ。36.5 かな。 36.5、 これはヘラだな、さっきの半兵衛だったけど。いや、 36.5 いいでしょ。ナイスヘラ、マジナイスヘラ。いや、ビビった、俺ちょっとビビったわ。これいいヘラだわ。2年前に金谷が釣ったやつよりでかいよな、これ。おい、まあ、同じグレーだよ。記録は更新していくもんだからな。いや、でもいいヘラ釣った、おめでとう。ハロポン、マジか。やっぱね、旧桜川でものっこみしてんだよ、さっきはバシャバシャ言ってるもんだって。言ってた。いや、めっちゃおめでとう。まあな、当然ね、釣れて。いやー、すげえわ。トシがライト持ってきてくれた。やばい、照明さんだから。やばい、なんでそんなの持ってんだよ。じゃあ逃がしましょう。うん、まあそっちでいいんじゃない、繋がってるから、どっちにしろ。いや、めっちゃすげえ。すごくね、急に。ホーランベラ釣りやがった。すげえな。子供を産みなさいよ。いやー、マジ危な、一気に暗くなったし。行った？いいよ。行った。行った。マジかよ、旧桜川。あ、ふざけてたらカネしか釣れねえかと思ったらさ。本当に釣れないかと思ってた。ね、ハンベと、まあまあいいヘラ、36.5。おめでとうございます。いやー、すごいわ。照明さん、カメオですけど大丈夫ですか、照明さん。まあまあそうだな、魚類の方はモモさんに任せますわ。俺は爬虫類担当だからよ。カメって爬虫類なの？知らねえ。いや、もう終わりでいいんじゃない、もう真っ暗になっちゃった、ね、うん、じゃあちょっとエンディングいきましょう。はい、はい、じゃあお二人お疲れした。お疲れ様でした。3時から2時間ぐらいかな。そうだね、やってカメと船族、うん、でヘラブナ、おめでとうございます。すげえわ。すげえわ。
デカガメと小さいガメっつったけどさ、デカヘラ、デカベラ？デカベラ。とあと小さいヘラ？ああ。ハンベラか。いやすごいね。いや急速だからやっぱりさ、雨バーっと降った増水した時やばいね。あそうだね。いつもこういう時だもんね、釣れんのね。うんだそうだな、ね。去年も一昨年もそうだな。あのめちゃめちゃ減水してる時もやったんだけど、俺と年、うん、全然釣れないから。このタイミングだけ。今日は雨の次の日はサービスタイムって感じだよね。そうですね。いやモモさんどうですか、なんかあんまり嬉しくなさそうだけど。え嬉しい、ちょっとヘラの匂い嗅がせてあげよっか。あくせぇこの匂いがいいんだよな。まあな。いやマジでびっくりしたわ本当。だそんなには引かなかったね。そんなに引かなかったね。まあ閉鎖空間だから。あ浅くて流れもないからかな。横走りするかなと思ったけどそうでもなかった。とりあえず今回もね、旧桜川令和6年の調査ということで、なんとか今回モモさんも釣れました。1年越しのリベンジ果たせました。あと釣ってないのはトシとケンケンだけです。あれ俺カメ釣ったよ。じゃケンケン何も釣ってない。じゃああいつにはさここ来てねえじゃんけよ。あれさウェーダーでここ泳いでもらうよあいつには。自分が魚になってもらう。そうそうそう。ということでこういう小場所も釣れ始まってるのっこみの時期なんで皆さん楽しんでいきましょう。行きましょう。はい、じゃあ今日はちょっとサクッとね夕方だけ来ちゃいましたけど最高すぎた。楽しめました、ありがとうございました。すげえよマジで本当おめでとうございますモモさん。まだ